チリグモかオコバイレイは、クモ類の分類群の一つで、小柄で壁に張り付くように生活するものである。平田グモかをここに含めることもある。いずれも小柄で、全体に扁平なクモである。三つ目、八眼で古い板を持つ。頭胸部は全体に扁平で幅広く、頭部に向けて幅狭くなってやや前に尖る。目は八眼で、前後二列、前列は、ほぼまっすぐで中真中は、 離れるが、中眼と側眼は、ほぼお接する。後列は、全曲で、五中目はくさび型に変形。ふわしは、比較的、短く、どの足も、ほぼ同程度の長さ。足の配置は得意で、前二体は前を向きながらも、先端は外側に曲がって、横向きになる。腹部は、楕円型で、やや平ら。糸イボは、古い板と通常の糸イボ三体で、特に後イボが長く。 その先端はやや曲がる。その間には、肛門の部分が盛り上がり、その先端に、多くの毛が、放射状に並んでいる。これらの特徴は、古い体外は、平田雲科のものに非常によく似ている。チリグも、メスの腹部覆面人家の壁や、岩盤の上に張り付いて生息している。テント状の網を作り、クモは中に潜む。獲物が近づくと、クモは飛び出してその周囲を回りながら、 糸をかけ、獲物に糸を巻きつけてから捕らえる。蒸気のようにこのトガのものは、形態的に非常に平グモかに似ており、生態面でもよく似ている。大きく異なるのは古い板の有無であり、そのため以前は、かけ離れた系統的位置にあると考えられてきたが、古い板に関する考え方の変化によって、現在では、この2貨をまとめることが多く、その場合には、チリグモかにまとめられる。 しかし、日本ではやはりこの二つを分けるべきとする考え方が強く、ここではおのに従って、別個のトガとしておく。その場合、このトガには三族九十種ほどが属し、日本には一族二種のみが知られる。ただし、どちらも人為分布の可能性が高いとされる。以下に、日本産のものを挙げる。それ以外のものについては、チリグモカの属種を参照されたい。なお、 日本産では、チリグモがごく普通種、ヘアチリグモは記録がある程度だが、いずれも日本原産ではないと考えられている。ありがとうございます。